渚が早苗さんに何か相談するって言ってたけど、っていうか写真見せんのかよ。どうした渚。大丈夫？すみません、ちょっと吐き出して。なんだ、赤ん坊でもできたか。不謹慎だろ。ま、てめえにそれぐらいの解消があればとっくにできてるか。できちゃったようですね。え、赤ちゃんです。え、俺の。渚と智也さんのです。おめでとうございます。ちょっと待って、サナイ、子供ができたってことは何か、この鳥が運んできたってことか、それともキャベツ畑で拾ってきたのか。違います、お父さん、私と智也くんは夫婦ですから。そのまさかこいつ言うのか。エッチなこともしちゃってます。両親の前でこんなことを正直に言うなんて、きっと地球上でも珍しい生き物なんだ。渚ってすげえ。生理も止まってますので間違いないと思いますよ。小僧てめえ。めでてえじゃねえか。